薬局小田作之助。その男は毎日ヒロポンの十貫入りを一箱ごと買いに来て、顔色が土のようだった。十貫入りが品切れている時は三貫入りを三箱買うていった。とし子は釣り銭を渡しながら、まとめて買えば毎日来る手間も省けるのにと思ったが、もともとヒロポンのような劇薬性の興奮剤を注射する男なぞ不合理に決まっている。しかしとし子の化粧はなぜかタバコ屋の娘のように濃くなった。とし子は27歳、出戻って半年になる。男の顔は来るたびに痛々しく痩せていった。いけませんわ、そんなにおうちになっては。心臓が衰弱しますわ、と、ある日、とし子は思い切って言った。とし子の夫は心臓病で死んだのだ。いや、大丈夫です。もっとも、そばにあれば、何本でもあるだけ打つから、めんどくさいが、毎日10本ごとしか買わないことにしているんです。顔を見に来たわけじゃないと、その言葉は、ひやりと合理的で、翌日、とし子は思わずツンとして、ヒロポンは品切れです。しかし声は震え、それがせめてもの女心だと暴風を思った。